大使館に。あ、そうか。皆様、大変長らくお待たせいたしました。ただいまより、スイシ提督ペリー上陸記念式典を開会いたします。Ladies and gentlemen, thank you for waiting. We will now begin the memorial ceremony for the landing of Commodore Perry. はじめに、アメリカ及び日本の国歌を演奏いたします。ご来賓、ご来場の皆様には、ご起立の上、国旗にご注目ください。Please rise and face the flags for the national anthem to the United States of America and Japan.Please be seated. これより駐日アメリカ大使代理国務省日本語研修所所長ヤリー大場様および上地克明横須賀市長により花輪の協定を行います。Mr. Gary Oba, Director of the Japanese Language and Area Training Center, Representative of the Ambassador of the United States to Japan.And Mr. Katsuaki Kamiji, Mayor of Yokosuka, will now present floral tributes.横須賀市長式辞。
And now for the mayor's address. An English translation is included in the program.皆様お忘れ中を多数ご列席をいただきましてありがとうございます。暑いですから、水分補給を忘れずにぜひお願い申し上げたいと思います。ありがとうございます。 先に先立ちまして、先の西日本豪雨において、お亡くなりになられた方々に心よりまず哀悼の意を表します。また、被災された全ての方々にお見舞いを申し上げまして、ともに1日も早い復興を心よりお祈りを申し上げたいと思います。本日は、摂氏提督ペリー上陸記念式典の開催にあたり、 駐日アメリカ大使であり、アメリカ国務省日本研修所長ギャリー大場様、そして外務大臣代理、外務省北米局安全保障条約課長有吉隆さんをはじめ、内外多数のご来賓の皆様にご臨席を賜り、厚く御礼を申し上げるしだいでございます。さて、今から 165年前の1853年7月、 ペリー率いる東インド艦隊の4隻の軍艦が沖縄浦賀沖に現れました。ペリーは開国と通商を求める広川大統領の親書を携えて日本にやってまいりました。その親書の受け渡し式が行われたのがまさにここ久里浜の地であります。受け渡し式では、 浦賀奉行所の戸田伊豆守と井戸岩見守が親書を受け取り、このことが引っ掛けとなって翌1854年日米和親条約が締結され、日本は開国の運びとなりました。ペリーの来航により欧米の最新の技術や文化に触れた当時の幕府は我が国の近代化の必要性を痛感をし、近代的な造船所の建設に着手をします。 これが横須賀製鉄所、さらには後の横須賀造船所であり、横須賀が日本の近代化の推進力となっていきました。さて、本日皆様にお配りしたパンフレットにあります通り、本式典において港オアシスの登録証の交付紙があります。港オアシスは地域の活性化に資する、港を国土交通省が登録する制度であります。 ここ久里浜港周辺は企業の進出やイベントの開催などにより市民参加の活動が活発化していることから、この度の登録が決定をいたしました。久里浜港周辺が港オアシスペリー久里浜として登録されることを私も大変嬉しく思っています。この登録を契機に今後さらに久里浜港をはじめとする久里浜港地域の活性化を 推進してまいりたいと思います。日本にとって新しい時代を切り開くきっかけとなったペリー来航のこの舞台が、ここ横須賀久里浜であったこと、そして世界で最も重要な外交関係の一つである日米の友情が横須賀でも確実に育まれ発展していることを、本日ご列席の皆様、市民の皆様と共有をして、さらに発信をし、ぜひ引き継いでいきたいというふうに思います。 結びに、本日ご列席いただいた皆様に重ねて御礼申し上げますとともに、式典開催にあたりまして多大なるご支援とご協力をいただいた陸上自衛隊、海上自衛隊、そして浦賀警視庁、久里浜観光協会並びに関係者の皆様に心からの感謝を申し上げまして、
私の式辞とさせていただきます。平成30年7月14日横須賀市長上地克明、本日はありがとうございました。続きまして、駐日アメリカ大使代理、ギャリー・オーバ様からご祝辞を頂戴いたします。Mr. Gary Oba, deliver a greeting on behalf of the Ambassador of the United States to Japan. Kamiji 市長、外務省代理、有吉課長、ご代理、ご列席の皆様、こんにちは。ハゲティ大使の代理として、またアメリカ政府を代表いたしまして、ヘリー提督の横須賀上陸と、彼が日本からアメリカや世界にもたらした重要な役割に対して、皆様と祝いできますことを大変嬉しく思います。165年前に、マシュー・ペリー提督がアメリカ政府を代表して日本に着いたとき、私たち2カ国はお互いのことをほとんど知りませんでした。日本は200年近くの間、他国への扉を閉ざしていましたが、ペリー提督の代行が交易のためにその扉が開かれるきっかけとなりました。その後は、当時からは想像できないほど貿易は拡大しました。現在では日本はアメリカの4番目に大きな貿易相手国であり、日本はアメリカを2番目の貿易相手国と位置づけています。アメリカは日本において2番目に大きな海外投資の国であり、日本はアメリカ国内では3番目に大きな直接海外投資国となっています。そして両国関係は貿易だけにとどまらず、広範囲にわたる協力、安全保障、平和維持、科学、教育、文化の交流に及んでいます。ペリー提督および日米双方の関係者、関連丸の乗客、乗組員、そして太平洋をまたぐ双方の次世代のこれまでの多大な努力により、日米関係はさらに強固なものとなってきています。この両国関係の実りは、ここ横須賀ではっきりと取れます。日米の安全保障は継続してアジア太平洋地域と世界の平和と繁栄の基礎を築いています。振り返ってみますと、ペリー提督も彼の代行がこれほどのスケールや大きさに変わることを想像していなかったでしょうし、この2カ国の関係が世界で最も重要な関係の一つとなっているということに驚くでしょう。この160年前の出来事によって偉大なる我々2カ国、そしてもちろん世界の人々の生活が有益で恵まれたものになっていることは間違いありません。改めまして、ハゲティ大使の代理として、またアメリカ政府を代表いたしまして、このスイシェル提督ヘリー上陸記念式典にお招きいただきましたこと、なくしてはならない日米同盟の火付け役となった彼の式典をお祝いできますことにお礼申し上げます。ありがとうございました。
続きまして外務大臣のご祝辞を外務省北米局日米安全保障条約課長有吉隆様から頂戴したいと存じます。Mr. Takashi Ariyoshi, Director of the Japan-U.S. Security Treaty Division of the Ministry of Foreign Affairs, will now present a greeting on behalf of the Minister for Foreign Affairs. English translation is included in the program. Kono, 外務大臣からの祝辞を代読させていただきます。上地勝明横須賀市長、並びにご列席の皆様、水師提督デリー上陸記念式典の開催に際し心からお祝いを申し上げます。デリー提督は米国大統領の親書を携えて1853年7月14日にこの久里浜に上陸しました。このデリー提督の上陸は日米が関係を築く第一歩となり、そしてまた我が国が近代国際社会の一員となるきっかけとなりました。そしてペリー提督の上陸から165年を経た今日、日米同盟はかつてなく強固なものとなっています。ペリー提督が米国バージニア州ノーフォークを出港したのは1852年の11月24日のことです。そしてペリー提督はケープタウン、セイロン、シンガポール等を経由して約8ヶ月かけて、日本に到着しています。一方、私は昨年11月の下旬から同じ8ヶ月の間に米国のテラソン前国務長官、ポンペオ現国務長官、そして国務長官の空席時に代理を務めておられたサリバン国務副長官との間で計9回の会談を行い、北朝鮮情勢を中心に綿密な政策のすり合わせを行ってまいりました。もちろん航空機をはじめとする技術の進歩という側面も大きいのですが、ペリー提督が日本にたどり着くまでにかかったのと同じ期間に両国の外相が月1回以上のペースで9回も会談を行っていることは、日米関係がこの160年余りの間にいかに緊密なものとなったかを示しているものだと思います。ペリー提督も日本がこれほどまでに緊密な関係になることは想像していなかったのではないでしょうか。もちろん私としても現状に満足することなく、今後も米国と緊密に連携しながら地域と国際社会の平和と繁栄のために取り組んでいきたいと考えております。本年は明治150年でもあります。本日の式典で我が国の近代化と日米関係の原点を振り返るとともに、ペリー提督の上陸後数多くの人々の努力によって我が国が近代国家として発展し、強固な日米同盟が実現したということに思いを馳せることは大変意義深いことだと考えております。本日の式典の開催のためにご尽力いただいた上地市長をはじめ関係者の皆様、そして横須賀市民の皆様に深く感謝を申し上げます。最後に式典の成功と日米関係のますますの発展を記念して私の挨拶とさせていただきます。平成30年7月14日、外務大臣河野太郎、ありがとうございました。ありがとうございました。ペリー提督の生誕地であるニューポート市の市長から、本日の式典にメッセージを頂戴しております。メッセージは次第に織り込んでおりますのでご覧ください。We have also received a greeting from the Mayor of Newport, Rhode Island, the city of Commodore Perrysburg. His message is included in today's program. 続きまして、港オアシスペリー栗浜登録証交付式を行います。Now, you'll begin the presentation of proof of registration for 港オアシスペリー栗浜 to the city of Yokosuka. 港オアシスとは、港の施設やスペースなどを活用して住民参加による地域振興の取り組みが継続的に行われている施設を国土交通省が登録する制度です。港オアシスは designated and registered by the Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism for port facilities and spaces that continue to promote the area through the participation of local residents. ペリーゆかりの地、ここ栗浜港周辺は企業や商業施設の進出、
フェリー祭をはじめとしたイベントの開催などにより昨今にぎわいが増し、市民参加の活動が活発化していることから、港オアシスペリー栗浜として登録される運びとなりました。As the land title Commodore Perry, the port of Kurihama area will be registered as Minato Oasis Perry Kurihama. For its promotion of businesses and industries, events such as the Perry Festival will recently be held in revitalization with the community. 登録証交付に先立ちまして、国土交通省関東地方整備局副局長高田正幸様よりご挨拶を頂戴いたします。Deputy Director General Masayuki Takada of the Ports and Arbors Bureau of the Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism will now deliver a message. An English translation is included in the program. ご紹介賜りました整備局副局長の高田でございます。まず今回の豪雨災害におきまして、お亡くなりになられました方々のご冥福を申し上げますとともに、被災された方々のお見舞いを心からお見舞い申し上げたいと。私も整備局の方としましても、現在テックホースという形で中国四国地方に90名を超える職員が派遣され、支援活動を行っているところでございます。さて今日は菊池局長が公務のため出席できませんので、代わりに代読をさせていただけますが、その前に一言最近の動きということでご紹介させていただきます。ここはペリー提督が上陸されたというこの栗浜の地でございますが、現在私ども上地市長らと一緒になりまして、東京湾の中で新たな上陸の地ができないかということを模索しております。具体的には東京湾の入り口に位置します離れ小島である第二海堡という島であります。昔は海上要塞、今現在立ち入り禁止というふうになっておりますけれども、この地に気軽に市民の方々も含めて上陸できるような取り組みを現在進めているところでございます。この港オアシスペリー栗浜とともに新たな観光地とならないかということで現在取り組みを進めております。それでは代読をさせていただきます。平素より国土交通行政、とりわけ港湾行政に格別のご理解とご支援を賜り、この場をお借りして厚く御礼申し上げます。本日水師帝国ペリー上陸記念式典の開催及び関係者の皆様ご出席のもと、港オアシスペリー栗浜登録証交付式が取り行われることをお喜び申し上げます。港オアシス115カ所目の登録となる港オアシスペリー栗浜は8カ所の施設で構成されております。その中でも代表施設である東京湾ペリー栗浜ターミナルには情報提供、交流、休憩、商業機能を有しており、地域を結び人と人とを結ぶ重要な拠点となっております。また昨年より栗浜の事業者が一体となりペリーふ頭黒船朝市を随時開催するなど、地域住民の交流やにぎわいづくりに積極的に取り組んでおられます。栗浜への来訪者と地域住民との交流の場として、またペリー提督上陸の地栗浜として港オアシスを活用いただき、さらなる港のにぎわいづくりが推進されることを期待しております。最後になりましたが、本日ご臨席の皆様のご健勝と栗浜のさらなるご発展を祈念いたしまして挨拶をさせていただきます。平成30年7月14日高度交通省公安局長菊池道夫代読、本日はどうもおめでとうございます。ありがとうございました。それでは登録証交付の準備を行いますので、しばらくお待ちください。 We will now prepare for the presentation. Please wait momentarily. それでは登録証の交付を行います。 We will now begin the presentation of proof of registration.
港オアシスペリー栗浜設置者の横須賀市長へ高田様より交付いただきます。よろしくお願いします。ではここで写真撮影をさせていただきます。撮影される方はどうぞ前の方にお越しください。ありがとうございました。以上で港オアシスペリー栗浜登録証交付式を終了いたします。 This concludes the presentation of proof of registration for 港オアシスペリー栗浜。